あれ、充電がもう出かけるっていうのに残り 20% って出ちゃった。やばい、充電しなきゃ、大変だ。よし、できた。充電しました。今充電終わるまで配信したら私出かけられなくなっちゃうよ。だいぶね、ここの横の毛が伸びてきました。ずっと伸ばしてきてたら伸びました。めっちゃ前髪と同じ長さだったんですよ。それがここまで伸びた、やば。髪の成長を感じる。一人でお出かけ？違うよ。ドット柄だと思ってたらハートだったね。そう、ファンの人にもらったの。可愛いでしょハート。エブリン、エブリン大好き。よし切ろう。なんでせっかく伸ばしてきたから、伸ばすよこのまま。いい感じに伸びてきたので。イズリンって一瞬聞こえた違うけども。今年は最後の配信ですね。わかんない、まだやるかもしれない。意外とね、最近またショールームにはまりだしたからね、今2日3日に1回やってるよ。すごくない？意外とやってる。ミカタはカラオケやらないの？なんか AKB の曲あんま知らないからわかんない。メイク配信して。やだよメイク配信は。ちょっと待って。大丈夫かな？大丈夫だ。31日は夜に配信できそうじゃない？31日は絶対に配信しないと思う。だって年越しに配信できればしたかもしれないけれども、だって10時までだし、夜のだし、お家帰るし、ちょっと無理ですね。リンカはインフルエンザが流行ってるらしいよ。怖い、インフルエンザ。そう、高校生はね年越し配信できないんですよ。なのでね、やりません。ご縁曲ならわかるんじゃない？やだよ、いか。カラオケめんどくさい。なんか歌うだけで疲れちゃうもん。なんかリンカちゃん、リンカちゃんっていっぱい流れてる。埼玉から配信して。無理だよ。
例で年越し配信できたはず。できないよ、高校生だもん。大忘年会終わって当日に埼玉帰るの？帰るよ、だって帰りますよ。だって一人だもん。そしたらそんなのは嫌だ。年越し配信は大人メンバーだけだって。そうなんですよ。まあ公園で歌ってるからな。そうだよ、公園で歌ってるの聞けるしいいじゃん。うん、大晦日に新幹線大変だね。大変だけど、だって一人だもん。そう、なんと言っても一人なんですよ。あ、そう、なんかゆずも一人らしいんだけれども、私は全然見捨ててね、お家に帰ります。見捨ててね。そう、なんか言えずに、なんかいいかも、年越しもしかしたら一人かもしれないって言ったら、一緒にいようよって言われたけど、エリカは埼玉帰るからバイバイって言った。今日ゆずに会うよ。そういえば、メガさんさっぱりしてる。学割使えるのいいな。言って学割って何に使えるの？なんかあんまり学割使わない気がする。なんかね、学生証をどっかにやってしまってね、そっからね学割を使っていないんだよね。どこやったんだろうな、私の学生証。1年くらい見てない気がする。なんかね、失踪したんだよね私の。ゆずぽんも埼玉に連れてったらええねん。新幹線の乗車券が安くなります。あ、そうなんだ、知らなかった。学割意外に便利だよ。あ、そうなの？学割？あ、でもさ、なんか映画見に行くときとかは、なんかたまに疑われるけど、あ、いや高校生ですって言えば高校生で帰るよ。りんかちゃんお昼ご飯何食べた？ポテトチップスだよ。ポテトチップス。やばい、そろそろ30分にしたアラームが鳴るはず。なんかさ、チケットを買うところで高校生で買って、中に入るときになんか高校生か疑われるけど、なんか高校生っぽい顔してれば入れる。学生ですよって感じで。時間早すぎ。だってもう行かなきゃいけないんだもん私。いや、まだね、やってる方がマシだと思って、みんな。なかなか最近やっていなかったショールームを入れるようになったから。今日の夜ご飯は何にしようかな、まだ決めてません。感謝感謝感謝です。こんにちは、こんにちは。映画はだいたい一人で。あ、なんかこの間あいかぴょんとあみちゃんとかマリンとかかなと、なんかよく青ガに出るメンバーと一緒に映画を見に行こうっていう話をしてたんだけれども、結局行ってない。
アイカピョンおすすめの映画があるらしい。配信ありがとう。バイトに戻れます。大変そう。バイトお疲れ様です。おはようございます。おはようございます。今起きたの？遅くね？寒い。そろそろ終わりにしたいと思います。よいしょ。あ、今日ツイッター出すの忘れちゃった。忘れてた。待って、もう40、あ、41分か。え、待って、あ、まだ大丈夫だった。今起きたの？ 3 時もう40分じゃん。やば。私より寝てるなんてなかなかだね。これからレッスン場に行くなら気をつけてね。外に行く。レッスン場にも行くけれども、雪降ってるのかな、気になる。なんかね、今日ね、何時だっけな、10時とか意外と遅い10時に起きました。意外と早い。本当？でも夜遅くに寝たんだよ。やだな。道路そんな風になっているんだ。ちょっとじゃあ道路の様子を見てくるね、今日は。よし。夜ね。夜じゃない。朝寝た。なんかね、最近ね、ショートスリーパーなんですよ。だから早くね、寝れるんです。早く起きれるんですよ。遅く寝ても。そう、朝寝たんだよね。メガタン、雪慣れてなさそうだから気をつけてね。本当に慣れてないよ。道路でスケートしないようにね。そういうこと言われるとしたくなるよ。年取ると睡眠短くなる。まだ私そんなに年ではないのにな。昼間にめっちゃ眠くならない？うん、眠かったけどね。何してたっけ？なんかね、ずっとゲームしてた。うん楽しかった、今日も。よし！よしよしよし。そろそろ出発しなきゃ、私は。いけませんので。配信を切りたいと思います。ではありがとうございました。タイマーが